セーラー服と、機関銃は、赤川二郎の青春ミステリー長編小説シリーズ。第一作、セーラー服と、機関銃は、父を事故で亡くし天外孤独になった、高校2年生の女子、星泉が、遠い血縁にあたる弱小貧乏暴力団、目高組の四代目を継ぐことになり、四人の子分と共に、対立するヤクザと戦う、というストーリー。 1978年に21世紀ノベルスより刊行された。1981年に薬師丸広子主演で映画化され、合わせて角川文庫より文庫版が刊行された。翌1982年には原田智代主演でテレビドラマ化されている。また、2006年に長澤正美主演でテレビドラマ化され、合わせて改版が角川文庫より刊行された。 2015年9月時点で、累計発行部数は、約200万部。三毛猫ホームズシリーズの第一作、三毛猫ホームズの推理のヒットにより多忙を極めた著者が、それまで勤務していた会社を退職し初めて執筆した作品であり、学園紛争の挫折により諦めや虚無感が漂う、同世代に向けて、著者の思いを、身代わりの主人公に託し、 若い女の子が身勝手な大人社会に向かって怒りを放つ物語として構想された。内容に先立ってまず題名が決定し、若者向けの青春小説ということで、セーラー服が続いてタイトルは絶対に結びつかないものを並べると面白いとの理由により、セーラー服とは異質な機関銃が選ばれている。第作、卒業セーラー服と機関銃、その後では、 バブル景気を背景に地上げにまつわるトラブルに困っていた街を18歳、高校3年生となった星泉が再び組長として救う姿を描く。1987年に角川のベルズより観光され、1989年に角川文庫より文庫版が観光された。2016年にセーラー服と期間中卒業マイナスと題して、 橋本玉木な主演で映画化され、合わせて、セーラー服と、期間中、その後、卒業、と解題され、開版が、角川文庫より刊行されている。第3作、セーラー服と機関銃、期間中三思想では、星泉の娘で17歳の高校生、星、加納を、主人公に、政治絡みの国際事件を背景として、母と娘の物語を描いている。 28年ぶりの最新巻として、2016年に角川文庫より刊行された。初版である主婦と生活者の単行本の表紙や差し絵の、星泉は、セーラー服ではなく、ブレザータイプの制服を着用している。角川文庫で発刊されている本書のカバーは、多くのバリエーションがあり、映画版の公開直前時は、薬師丸広子、橋本環奈の写真。 テレビドラマ版オンエア直前時は原田智代、長澤まさみの写真で他にもイラストとなっている。続編、卒業セーラー服と機関銃、その後がセーラー服と機関銃卒業マイナスの題名で角川映画40周年記念作品として映画化。2016年3月5日公開。原作は赤川次郎、セーラー服と機関銃、その後、 卒業。監督は、前田浩治、脚本、高田亮に、初主演の橋本環奈。撮影は2015年7月10日から8月12日まで、群馬県高崎市を中心に行われた。主演の橋本は、マネージャーと一緒に、同市内のマンションに住み込んで撮影に臨んだ。主題歌、セーラー服と、機関銃は、橋本のソロデビュー曲。 全国238巻で公開され、週末工業成績ランキング初登場12位となった。あらすじキャストスタッフ、受賞関連商品フォトブックサウンドトラック DVD、リリース、派生作品2016年8月3日に、ソニーピクチャーズエンタテインメントから、DVD ブルーレイディスクが発売された。各メディアともに、メイキングやインタビュー映像を含むプレミアムエディションと、 通常版の2種類がある。関連企画1982年7月5日から9月20日まで、毎週月曜日19時19時30分に、フジテレビ系で放送された。主演は原田智代。本作は原田のデビュー作である。全体にコミカルな雰囲気が強調され、主人公泉と同級生の恋愛も描かれている。原作と映画にあった。 ラストシーンの泉と佐久間の関係も変更されている。なお2018年4月現在、本作はビデオや DVD の発売がされていない。原因は BGM に使用した洋楽の許可が取れなかったため。キャストスタッフ放送日程その他この作品で原田が打ったのは MGC 社がモデルガン化していた XM177E にアサルトカービンを 電気着火式に改造したプロップである。2006年10月13日から11月24日まで毎週金曜日22時22時54分に TBS 系の金曜ドラマ枠で放送された。主演は長澤まさみ。TBS 系でリメイクされ、主題歌は長澤まさみが星泉として歌った。また、 主演の長沢はこの作品が連続ドラマ初主演でもある。放送に合わせて番組スポンサーのロッテがのど飴のコラボレーション CM を TBS 系列限定でオンエアした。キャスト目高組その他、スタッフ放送日程関連商品写真集、サウンドトラック DVD 映画、テレビドラマ卒業セーラー服と期間中、その後に関するカテゴリーセーラー服と 期間中三失踪に関するカテゴリーセーラー服と期間中卒業マイナスに関するカテゴリーありがとうございます。